スタートしとかないと振り落とすから。急発進する人は誰もあるかと思ってない。あまり慣れてない。今運転始めましたんで、はい、何壊れた、何壊れた、
ださいあの、ある人は、ある人はそう座ると取れないですか。いいよ、市街地で走る程度の、そういう感じですthank you.
220とバラバラになっとったから。あ、どうですか。あー、これじゃね。はい、OK、マーク出した。はい、いいですよ。スタートしてるわ。このテストは100キロ、加速100キロなんですか。使うんじゃないですか。それ次狙ってそうな感じですね。20の30。あー、そんな感じですね。そうなんですね。10から30のやつみたいな。0501です。05の01。はい、わかりました。で、今日、株主総会のところにでも、
この旅の
でも危ない。
R5 ですから、これはね、これからまたスティールが取れるんだよね。60% まで可変できます。90ですよ、それでしたね。はい。まあ、60% でしたから、こういうものに組んでますからね、会話。普通ですと、プリント基盤にしていただいて。基盤化します。パターン化します。これ厚みは何ですか？いや、これはですね、中にこのアームの平面にするんですよ、BCDC で。ああ、そしたらもう、ほんまこれだけで、この装置を見るとこのぐらいで全部制御してるんですよ。そこは電源なんですよ。それじゃあ、電源の方、まあ、半分スイッチを中にありまして、これはまあ、納期なかったんですが、電源を購入してきてますんですけどね。だから改良とかそういうのよりも、まあでも実際10から100なんてねえから、ないよね、そういう設定が。いや、ないわけじゃないと思う。いきなり。これ、当然ピントはオートマティックだよな。でもブレで映ってるのはどうして？やっぱり止めてないから。いきなりズームしたり、いきなり引いたりすると。しばらく、はい、まあ人間でもそうだよな、はい、当然寒いとこ行くとくしゃみが多いです。あとガラスとか取ってズームするとどこを映ってるか分かんないから、ガラスの焦点が合うときがある。
Thank you.
今これは解度ほとんどゼロの状態でずっと下がっていってます。はい、ゼロで、はい、はは今この時点が向こうのゼロに相当、はい、はい、相当する、はいはい、そうすると今エンジンブレーキでこっちの速度が、はい、このアクチュエーターが